皆さん、今日も一日お疲れ様です。本日も、ゆかりが最新ニュースをお届けします。お隣の三輪自動車では、起死回生を願って、中型スポーツ用多目的車、SUV と電気自動車などの新車を来年発売すると発表し、さらに、5月に、先着3000台において、最大 10% の割引と拡大された無利子分割払いを行うといった破格のキャンペーンをすることを打ち出していました。そのような三輪自動車を突き落とすような結果が出てしまったようです。三輪車が4月の国内6017台、輸出796台の合計6813台を販売したと6日明らかにした。三輪車の4月実績は、内需と輸出の両方ともが大幅に悪化した。前年同期と比較して、内需は 41.4%、輸出は 67.4% 減少した。4月全体の実績には、12,281 台を記録した昨年の同じ期間に比べて 46.4% 減少した。モデルごとに、国内市場での純大型スポーツ用多目的車 SUV レクストンスポーツが、2504台の販売を記録した中、純中型 SUV コランド1429台、小型 SUV チボリ1409台、G4 レクストン675台などが続いた。特に、小型 SUV 市場競争が激しくなり、チボリ販売量が 64.5% 減少している様子を見せた。三輪車の関係者は、操業に、支障を最小限に抑えるために全力を傾けたが、新コロ拡大による海外の部品供給支障のために、必然的にライン別循環休業に入り、実績が減少したと述べた。輸出は、前年同期比 67.4% 減の796台を販売した。前月2485台と比較すると 68% 減少した。新コロが、欧州全域に急速に拡散され、主要な海外市場のラクダウンで販売活動が中断になったからである。三輪車の関係者は、先月出した G4 レクストンホワイトエディションをはじめ、コネクテッドサービスを新規適用、チボリ、コランドを発売するなど、商品性の改善モデルを使用して、市場の状況に積極的に対応しているとし、2020年賃金団体協議を無紛糾で仕上げるなど、安定した労使関係をもとに、今後の新コロ自体が落ち着けば、需要に弾力的に対応していくと述べた。4月の段階で、マヒンドラは、新コロ自体に打撃を受けた複数の事業部門に資本を配分する案を話し合った後、三輪車の投資の撤回を決定する事態にまでなっています。さらに、今後3ヶ月間で、最大400億ウォンの1回限りの資金を特別に投入することにしたとしていますが、それも、スズメの涙ほどの金額にしかならないとのこと。三輪自動車における最後の希望だった親会社マヒンドラが資金支援を撤回したことで、同社の生存自体危険にさらされることになっているようです。実際、産業銀行から受けた融資残高900億ウォンの返済期限が7月に迫っており、3ヶ月以内に産業銀行が支払い猶予などの支援を行わなければ、不渡りを避けられないといった事態にまで発展しています。この記事では、この売上激減は新コロによるものとしていますが、新コロが発生する以前から、需要激減による売上激減に苦しみ、子会社や協力会社においては、連鎖倒産の危険性まで囁かれていました。来年には、新車の発売で起死回生を狙っているとしているみたいですが、来年よりも、まず、今年を持ちこたえられるのかな？本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？今後取り上げてほしいニュース、情報などあれば、どんどん教えてください。みんなと一緒に、楽しいチャンネルを作っていけたら、私も嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。